いい感じ。無重力スパイダー風邪ひくよ、大丈夫な。はい、というわけで前回の結果があんな感じだったんですけども、まあ全員集めれなかったっていうね、ちょっと体調悪かったのもあるんですけどね。まあそれでも4人はなんとかギリギリ集めれたので、まあ少しは紹介したいなと思いますけども、まずはメンテが終了しまして、今日日またいでしまったんですけどもね、28日に、まあ、今3月1日なんですけども、メンテが入りまして、メンテが終わって、内容としては新しいイベントホワイトデー大作戦今日女子を始めますがスタートと。でフレンド限定販売、フレンド上にてフレンド限定で販売する機能を追加、相互にフォロワーしてやってる場合のみ機能の利用が可能と。以前ね、たまに交換とかする方も多分いらっしゃると思うんですけども、フレンド同士のね、例えば木材とかペンキとか、それをね交換するときに、今まではね同じタイミングでねアイテムを渡し合うというやり方で、タイミング的にはね、普通の、場合によってはもしかしたら、それ見てたね、他の方々が手に入れる可能性もあったんですけど、でも、それを少しはね、フォロワーさん限定で、手に入るようになったと。そして生産施設収納機能の追加。今までね、生産施設が収納できなかったんですけど、収納できるようになりました。一番はね、これ畑と動物の小屋、これ今まで実は一度出したものを収納できなかったんですよ。戻せなかったやつを戻せるようになりましたと。これが大きいですね。なので島のメイクがもっとやりやすくなります。そしてセール機能の追加。お得にアイテムを購入できるセールが発生する。一定条件を満たした場合。カムバックログインはまあいいとして、クルーザーが修正されて、イベント不具合の補填配布。3月6日までと。ほうほうほう。というのと、ホワイトデーガチャ。なんと、今回後で説明しますけど、今回のガチャ、イベントガチャなんですけど、なんと、この、おそ松兄さん、かなまつ兄さん、ちょろまつ兄さんのみでございます。新規はね。残りの弟松はガチャから出ません。これどういうことなのね。で、何で出るかというと、こっちなんですよ。イベントの方で出ると。で、逆にイベントの方では上3人は出ません。ね。これはどういうことっていうね。これはまあやってるやつね、キョンシーガチャ最近出たやつ。まあちょっと、先々週の不具合はちょっとあるんですけども、これはまあやらなければ大丈夫なので、まあ自分は基本収納することめったにないんで。ふん、俺に会いに来たお前のプレゼント、ね、ログインがねギリギリだったもんですよ。朝の11時からメンテだったんでね、ちょっと間に合わなかった。
で、それからちょっといろいろあったもん。じゃあイベントを見ましょう。イベント1、ある日の松の家。いやー、何？ダメだ、マジ悩む。あ、なんか様子が変だよ。ふん、いいか。いや、だからわかる。なんかいつもと違うな。うん、まあ確かに。でしょ？うん、だいたいわかったぜ。うん。お花見。ちょっと待って。嘘。いいね。そうそう。円周率の日。はあ。はあ、つまんねえ。うん？これで全然オッケー。飽きたな。何？ああ、ちょっと違う。なんだよ。気づくか。いや、あ、ここでストーリーが2話に行くと。ほら、ご覧の通り3名しか手に入りません。で、ここは同様、同様イカ同分、イカ焼き、たこ焼き、よし、勝負だ。ファ、なんじゃこりゃ。ありがとう、欲しかったんだよ、これ。24時間限定セール。3種セットが75ダイヤでもらえると。いやー、毎日毎日寒いね。ゼロなんですが。いろいろ頑張ったせいでゼロなんですが。うちで保護しよう。いい感じ。頑張ったんですよ、これでも。もう持ってる無料ダイヤ全部使って、お金、まあダイヤ入れればよかった話なんですけどね。そしてもらいます。かわいい。もらってどっか設置できる場所を用意しとかないとな。どこ用意しとくかな。広い場所ないかな。ここか。持ち物でここまで育ちました。もう一段階行けなかったな。一旦置いといて、引き換え。イベントキャラ引き換えだな。まだ全員引き換えてません。まだ全員行こう。にゃー、はぁ、かわいかった。これは10話ですね。1期10話、イヤミチビタのレンタル彼女ですね。にゃん。いや、かわいいよ。もうこのモーションだけでもかわいい。これはね、一期の、9話の予告だね。8話終了後の9話に向けての予告。さっさと、にゃんにゃん。にゃんにゃん。
ていうか人間わからん。だから11期17は十四松祭りの、十四松だ。話の回で言うとね、多分にゃーお一人一番喜んでるからね。は、おそ松の憂鬱ですね。あーこの可愛い。にゃおーん、わおーんなんだよどう見てもな、犬っぽいんだよな。こんにちは。これはね、これね、1期17話の方ですね。十四松祭りの十四松と薬だったかな。ミヤミヤ、一人ミヤミヤだからね。子猫だからね。子猫アピールあざとい。これはどこだ。どこだ。みんないい人だよ。どこだ。あくまで予想。一期 3.5 は新品ブラザーズ、ローテナヒーローの。外したらごめんなさい。さあ、リセットされましたと、ちょっと皆さんね、今気づいたので、ストーリーを見てなかった気がする。ストーリーどうしようかな。イベントストーリー。見てないね。見てからにします。ストーリーはね、この新規はないのでね。覚醒の絵はないのね。前の2話で、なるほどね。確か前の2話で、市松兄さんが、ぬかぬした後の撮ってるんだよ。確かに。やれやれ。そうだ。あ。おお。さすが兄さん。嘘でしょ。何を見つけたんだ一体。台所に消えた。ただいま。ブラザー。ご飯。猫だからつまりまさか。反応するのかな。のんのんのんじゅうします。じゅう、いやだから、あら
はっ。なんだこれ。反応してる。なんという事態。痛いね。ああ無理。ああそうなんだ。あいつのためエスニャンか。なんで。いやちょっ、変な。うわ。これはもう動けないな。やばい、やばいよこれ。飛んだぜ。はあ。ねえやばいよ。ちょやめてよ。うわ。ん？なんだ。ありえない。やべえ、なんで。ちょっとちょっと。あ、え、なんなのよこれ。儀式かなんかの最中。ちょ待って、ええ、え、だからマジなんなんだよ。あ残念。って話だったというので、ようやくこっちに行きますと。どうしよう。どうしようかな。全員欲しいな。無理な話だけどね。とりあえず一番猫になりたがってた一番先生行こう。学生行きましょう。これはね、25話だね。一期25話、おそ松さんでしたの。限界突破したからって、俺に期待すんなよ。あー、なるほど。毛が増えた感じ。ちょっと種が変わったね。わあ、自分はエスニャン推しでもあるからね。かわいい。どうしよう、どうしよう、どうしよう、超悩むな。二人をな。まあ、とりあえずカラマツ兄さんもらうか。悩む。あと二人をどうしよう。ヴィーナスが俺に微笑んだようだな。あ、いた。痛い。舌出してる。痛い。お手上げしてるでしょ。そもそももともと可愛いキャラは残しとこう。このままで。じゃあおそ松兄さん行ってみようか。はあ、かわいかった。これが俺の全力だ。あ、これはもうかわいい。うん、格好はかわいい。さて問題は。
悩むの。うわ、ああ、獲得コインが増えるんだね。今更だけど。いや、あのね、十字末解放したいところなんだけども、だけども、十字末は猫ではないね。犬っぽいから、進化してもなっていうところ。なので、今回は、行こう。あ、でもトッティ最近出てないからな。トッティ、仕方、やばい。末町ごめん、末町っつった。末町ごめん。無視？なんで？僕だってやればこんなに成長できるんだ。招きチョロマス兄さんだ。かわいい。はあ。かわいい。とりあえずこのよこの4人覚醒しました。自分の推し、最推しの十字末を外すというね。結構珍しいことしましたけど。ストーリー。ちょっと厳選してね。ちょっと厳選して一人だけ見たいと思います。猫といえばということで。話的にはパーカー松か前編。ああ、え、俺？そうか、こんな格好してるから。限界だ。歩いたんだこれで。死ぬ。どうした？何？実は。はあ？ああ。おま。うん。ちゃちゃちゃ。なんだよ。そういうことか。そっちの方に行くと。はあはあ、兄弟も紹介しろと。そして続きいきましょう。後編。よし。なんで？おい。でも。すげえね。そりゃもう。下に向かう。ちょっと。うん。どんだらんだらん。こういうバイトをしたらいいんだ。しばらくして。たくよーん。よし、決めた。ん？嘘だろ。え？え？あれ？クソが。はあ。
わけわかんなすぎるだろう。そこにぐさっときたの。気になるな。ストーリー気になるな。前も市松兄さん見たからな。ちょっと猫とは無縁のチョロマス兄さんやってみるか。解放したことないもんね。こうぐらいで紹介してなかったし。にゃんこチョロマス編。やばい。大丈夫かな。やれやれ。うん。え。ふう。何この人。うん。いいね。お、外に出るとこの格好で。後編。え、嘘でしょ。ええー、あ、そういうの。そうなんだ。した編集。ないわ。うわ。おい。すいません。アニメみたいなことはあれかな。違うか。違うか。猫の目ではないか。ちょっと、もう二人は見たいけど、こっちのイベントもね見とかないとね。とりあえず、服を着替えよう。ここから着せ替え。消えろって言った。意外と可愛い一面あんだな。これは一期二話だね。おそ松のユース言ってるのは絡まず、言ってるのは市松兄さんに対して言ってるんだよな。押して押して押しまくる。これ麻雀じゃん。一期二十一話麻雀の、確か確かオーラス知らずのお粗末の時の。じゃないと寂しさで死んじゃうからだ。死んじゃうからだ。ってことは、分かった。22話だ。一期22話、希望の星とどまずだ。一緒なの。ねえねね。一緒だった。こんにちは。こんにちは。一期三話のあれないのかな。一期三話寝かしてくださいの。にゃーんはないのかな。こんにちは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 。ないっぽいね。ま、気が向いたらね。こ
これね、気が向いたらなの。気が向いたら。みんないい人だよ。背中トントンしてもらった。いいこと思いついた。なんか親猫の4人の末松がなんか子猫みたいな感じになってるな。ま、気が向いたらね。ここには何人入るんだ。もう働きたくない。た、何人入るの。こう意外と可愛い一面あんだな。4人。俺は猫全巻シルス。みんないい人だよ。っていうか、これからの時代はこれでしょ。ちょっと待ってよ、まず一回。いいこと思いついた。俺たちのことなんだと思ってる。いた、一人いた。覚醒した4人を。サービス精神じゃん。カラマツ兄さんどこだ。どこだ。止まってんのか。どっかにステイしてんのか。あら、どっかにいる。ありゃ、ちょっと待ってよ。ダイオン。お、あ、いた。ここにいた。アンダースタン。お、向き変えてみようか。なんか止まってるね、同じ場所に。サービス精神じゃん。これ乗せた順番に場所変わるだけ。俺たちのことなんだと思ってる。俺は猫転換手術。重始末。ま、気が向いたらね。ドキドキするね。ドキドキするね。みたいだな。ていうか、これからの時代はこれでしょ。みたいだな。お、待って。ていうか、これからの時代はこれでしょ。ていうか、これからの時代はこれでしょ。中始末、この猫目かい。予想はしたけど。とりあえず前回のはこんな感じかな。残り2人も、うん、押して押して押し。残り2人は一応うん、見ちゃおうか。いやいや。あ、見たいな。でもストーリーは見たい気はする。けど、とりあえず今のイベントがね、イベント見てみましょう。ホワイトデー大作戦。報酬リスト見ましょう。報酬リスト。累計ポイント。ストーリーは、全部解放が、全部の解放が、1万2000ですね。そして、わー、行く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 、どんどん行く。すごい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 。今回14万5000まで行けると。前回のな、ランキングが、自分は全然行けなかったからな。それでも、10万も行かなかったからな。とりあえず、ストーリー解放はしたいと思います。うん、まだね、虹の瓶があるはずなのにないね。もう少し戻ってきたので、やっていきたいと思います。やっぱり見よう。無視して見よう。違う、ここじゃない。ストーリー、わし見たい。せっかくだから。
ここまで来たら全員見よう。全員じゃない、4人ね、4人は見よう。なんか恥ずかしい。いや、いいから。嘘でしょ。痛いか。もういい大人なはずなんだけどな。ただね、2期21話見た方もご存知かもしれないですけど、カラマス兄さんこれで無害ですからね。無害ですから。なるほど。はマジか。よーし、わかった、任せなブラザー。ねえよ、行くぜ。レッスンだと。レッスンだと。何をレッスンするんだ一体。いいか。なんで。メヒョ。やめてよね。ノンノン。うわ。ね。あ。襖が開く。は？あ、ちょっと待ってこれ。ちょっと待ってこれ。事変か？おお、イエー。ああ、なるほどね。そんな関係。は？アンダースタン？やめて。うわ、地変だ思いっきり。うわ。お邪魔しましたーって感じか。よし、ここ見よう。ないか。そうだね。よし。お。いちご松だ。じゃあ、なに？サーカス。はっ、ちょちょちょっと、いくぞ。ん？二段試験オッケーだったの。大歓迎。ん？ああ、うん？何をしようとしたの？指示は何なの？日の輪くぐりとかじゃないだろうね。違うだろうね。おお。当たってたし。なんで当てるし。嘘だろ。お前たちバカなのかよーん。何それ。だよん。あちのにゃんこ見習ってほしい。何？ハッスルハッスルマッスルマッスル中します。何やってんだあいつ。どうせだよ。本番？待ってくれ。マジなんなんだよ。行くぞ。燃えてるヤンキー。ありえん。ダイヤーン。チキショー。でも十四末はうまくいってるんだよな。いやー、びっくりやった。カラマツ
2、3編が事変だとは思わなかった。で、全然やってないっていうね。とりあえずイベント開放まではやりたいと思いますけど、どうしてもね、ダイヤがね、頑張ってもこれ、ご覧の通りね、多分これ手に入れたとしても、そこそこはいけるかもしれないけど、やっぱりダイヤまだ足りない、まだまだ足りないんで、とりあえずイベント開放はしたいと思います。1万2000かな。とりあえずは、目標は、自分の目標は1万2000まで。もっと高い目標を作ればいいんですけどね。課金、ちょっとする余裕がなかなかないもんね。まあ、してもいいんですけどね。まあ、ちょこちょこやっていきたいと思います。というわけで、今回は